焦るな焦るな。気配からして囲まれているようです。相手の手を読み気を伺い、今から穴を開けてやるから、そこから主らはきちんと逃げ出せ。この声は、行くぞ。言葉通り穴を開けてやったぞ。証拠、傷が。大丈夫です。これでもあなたよりは早く走れます。この。走れ走れ、止まらずに進め。まあ多勢に無勢、ただの人間にしてはまあよくやったと褒めてやるべきか。お主ら、ここから先は通行止めだ。そうであろう、お庭か。
それほど鈍くはないようだし、着物け切ってはないらしい。似た奴らは片付けた。当面のところは問題ないだろう。さっさと囲いのある場所に戻るんだな。さて、やっぱりこの声、クロウ様。気負ったな。あと一刻も経たないうちにわしの待っている客が来る。お主らは巻き添えを食わないように家にこもっておとなしくしておくことだな。先ほどの高二に手こずる程度では死ぬぞ。消えた。いった。これ、どうやってごまかそうか。いや、みんなの安全のためにはごまかさず正直に言って近づかないようにした方が。ちょっと、ナミ？ナミよね？安姫様じゃないわよね？
ったく仕方ないわね。あれ？してくれていたわけ。まったく、どうしたものかしらね。おかえりなさい。って、オサ先輩どうしたんですか？いろいろあってね。あ、懐中電灯は途中で落としてきちゃったから。ちょっと帰りが遅かったんで、これから山狩りにでも行こうかと話し合ってたとこなんですよ。ダメよ、危ないからやめなさい。危ないって何がですか？確かに危ない目にあったって格好だけど、盛大にこけたり何かしましたか？ああ、もしや私のトラップが効果絶大すぎましたか？いや、この山カッパが出てきて人を襲うから。カッパ？私そんな仕込みはしてませんけど。でしょうね、あれがあなたの仕込みなら尊敬するわ。天狗が出てきて助けてくれた。天狗？他にもいろいろ説明しなきゃいけないことがあるんだけど。そんなことより私、すみちゃん、救急箱は？そんなことよりお布団に。お嬢さん呼んできた方がいいですか？秋田さん勝手に殺さない。いやいや、そういう意味ではなくて、二人を運ぶのに男だよ。
翔子ちゃん、おはようございます。翔子ちゃん、体は大丈夫ですか？なんで桃子がそんなに動揺してるわけ？いや、なんかこう微妙な既視感というか、そんなものを覚えましてね。何よそれ。いや、私もなんか混乱してて、自分で何を言っているのかよくわからないのでありますが。いいから、ちょっと落ち着きなさい。はいさ。この混乱をミナに分けてあげたい。うわーい、ちょっと全員集合、寝てる人も起きて集合。ちゃん、もしかして記憶が戻ったとか？なんだかぼんやり曇ってます。ところで、なんで翔子さんをちゃん付けで？3年の先輩ぐらいしかおさ先輩のことちゃん付けで呼んでませんよね。ナミちゃん、私のこともあやしろちゃんと。じゃあ行ってくるわね。行ってらっしゃい。正常ファイト。いやいや、まさかナミーが喋るとは。予想通り可愛らしい声でした。少したどたどしかったりもしますが、結構しっかりした話し方しますよね、ナミー。やっぱりいいところのお嬢さんなんでしょうかね。安姫様っていいところのお嬢さんに入るのかしら。はい、
まあ姫ですからね。風強くなってきましたね。やっぱりお天気は崩れるのでしょうか。ところでミギーさんは？キアンさん、まだ戻ってないの？はい。困ったわね。それじゃあ、キアンさんの分は冷蔵庫に取っておいて。あ、右輪さんからメールが来ていました。ちょっと用事があって遠出するから、ご飯は連絡入れるまで用意してくれなくていいからとのことです。遠出ってどこに行ったのかしら。まあ何にせよ、釣りをしていて岩場から落ちたとかそういうことではなくてよかったですな。今朝も朝からボリュームあるわね。お刺身、今朝までが限度かなって思ったので。ゆうべはたらふく食べ飽きるまで手巻きで刺身だったのに、今日は手抜きで刺身なの。そういうところですか。さわっち、なにこれ、うまいんですけど。こっちの甘い醤油とわさびの加減がまた絶妙で、おお、うまいうまい。こんなの寮でも食べたことない。だって洋食派の人の方が多いし、お刺身もそんなにいっぱいは。これは朝から飲みたくなりますね。ですな。ダメですよ。だし巻き卵がお気に入りのようで。卵、美味しいです。山かけ丼は？あ、わさびがダメなのかも。え？私もナミちゃんぐらいの時は全然ダメでしたから。するとどうなりますか。ナミーはこっちの食べなくてよくなるし、ふわふわ卵をたくさん食べれる。します、します、トレードします。ナミちゃん、ナミちゃん、あーんって口
口を開けてください。口を開けるとどうなりますか？はい、ナミちゃん、あーん。あーん。はい、おいしいですか？やはり言葉は大切ですな。教えを伝えるだけではわからないものがある。故に前者は座るのですが、前者も経を読みますし、人対面して問答もする。急に話すことができるようになった理由は分かりませんが。そのことなんですけど。和尚に謝るというと変かもしれないんですけど、言わなきゃいけないことがあるんです。サラの森に床先の椿が咲いていますよね。わしは最近見ておりませんが、お嬢さん方は夕べの肝試しで見てきたばかりですな。少し不思議でとても綺麗でした。コーヒーの箱が雰囲気台無しにしてたけど、レックスコーヒーに罪はない。まあ、目印から話しておいたら探すのだけで一苦労になったかもしれないしね。それで、ここ先の椿がどうかしましたかな？あの花、落としてしまいました。なんと。ただの普通の椿の木になってると思います。しょうこちゃんは悪くないです。あの木は私が。それで今朝になって話せるように。最後に功徳を積んだということですな。めでたき良きことではないですか。どうして怒りませんか？何を怒ることがありますか。例えばいたずらに花をちぎっては投げ、ちぎっては投げしたのでしたら、仁王像のごとく頭のてっぺんまで真っ赤にして怒ったかもしれん。しかし小さいお嬢さん、あなたはただ幹に手をついただけじゃろ。ところで部長さん、花が落ちたのはともかくとして、木の幹や葉は枯れておらんのでしょう。はい、確かそうでした。ならば来年の春になれば、また花開くこともあるかもしれませんな。ところで和尚、床先の椿なんですけど、こちらにあるのはあれ一本きりですよね。うん、
まさに万緑草中高一点、サラの森には一本きりですな。海を隔てた四岸には、ところで天気のことなんじゃがの、大きな低気圧が近づいており、というわけなんじゃ。持ちそうなのは今日いっぱいまでですか。うちが雨風なんぞにびくともしない立派な寺ならよかったんじゃがの。合宿少し繰り上げた方がいいみたいですね。ですけど、そういう時こそ人手があった方がいいんじゃないですか。お嬢さんらが屈強な運水なら、わしも遠慮なくこき使ったじゃろうがの。まあ、小さいお嬢さんもしっかりしてきたようですし、こちらはこちらでなんとかなりますわい。ナミちゃんや、大丈夫かね。波の中の安姫様が力を取り戻すことで、波の記憶もはっきりするかもしれない。そうかもしれません。波は覚えてないかもしれないけど、安姫様にも頼まれたの。明日帰らないといけないんだって。そう言っていました。せめてもう一日あればね。朝の干潮で向こうに行っていれば、夕方の干潮で戻ってこられたのに。仕方ないと思います。私は今のままでも構いません。しょうこちゃんたちが遠くに行ってしまうのは寂しいですけど。
朝が和風でしたので、お昼は中華っぽく、あまりこってり風にはならないようにしてみました。私のところにも来てほしいです。姫先輩は自分でも料理できるじゃないですか。まったく。ナミ、おいしい？辛いです。寿司もサビ抜き、お子様舌のナミーにはちょっと麻婆は早かったかな。お水、お水をください。はい、お水。落ち着いた？です。わかるけど、そんな食べ方してたら水だけでお腹いっぱいになっちゃうわよ。どうすれば？辛さはご飯の甘みで緩和するのよ。翔子ちゃん、元気出してください。うん、また遊びに来てください。あ、その時に私がいるとは限りませんね。なあに、貧乏暮らしでよければ、保護者が見つかるまでいつまでもここにいなされ。保護者の方が見つからぬようなら、鈴木奈美にならんかね。和尚さん、プロポーズですか？養子縁組の話ですわい。翔子先輩も奈美ちゃんも。ナミの身元が不明のままなら、こっちでもいろいろ考えてみようと思うので。うん、連絡いたします。環境
境設定を保存するってさ、別にしてもいいわよね。セーブできたわよ。青い城。